出羽の郷秀では埼玉県三里市出身の元大相撲力士。出羽の海部屋所属。本名は川原秀で身長 182cm、体重 127kg。最高位は東重量14枚目。血液型は O 型。現役終盤期は周囲から出羽じと呼称されていた。中学時代には陸上部に所属。 中学卒業後の1986年5月場所、初土俵。女の口を1年、女2段を3年で通過し、決して早くはないが着実に番付を上げた。3段目で足踏みをしてしまい2度の女2段転落も経験した。1995年7月場所に幕下に昇進し、3段目との往来はあったが、中位まで番付を上げた。 重量が見え始めたかに思えた2003年、5月場所中に怪我をして3段目まで番付を落としてしまう。不屈の投資で同年、11月場所で5勝2敗と勝ち越してから8場所、連続して勝ち越し、2005年3月場所には、自己最高位の西幕下4枚目まで昇進した。同場所も11日目に、こと、冠優との相撲で勝ち越しを決め、 場所後の番付編成会議で、史上最年長記録となる34歳5ヶ月での重量昇進が決まった。所要114場所もこと、冠無優の89場所を大きく上回る、史上1位のスロー出席録である。30歳を超えてから自力を増した珍しい力士。新重量の場所は、注目を集めたが3勝12敗と負け越し、幕下に陥落した。 2008年7月場所以降は、ほとんど3段目の地位で取り続けていたが、2015年5月場所千秋楽の取り組み後に44歳で現役引退を発表した。引退後は、福岡県で福祉関係の仕事に就いている。2015年5月場所までは関取を経験している現役力士の中では最年長の力士であった。 またその時点で1970年度生まれの力士は45歳になる年にもかかわらず、出羽の里、花風対策、北斗、竜佐田広と3人が現役を続けている陳治であった。花風は2021年7月場所現在も現役。ありがとうございます。